はい、懲役太郎です。まあ煽り運転ね、取り締まり強化罰則強化ってなってね、まあ久しいですが、どうですか皆さん、煽り運転してますか？違う、煽り運転されてますか？ね、そういうことどう思います？だいぶなくなってきてますよね。うん。だけどまだやるやついますよね。私この間ね、その被害に遭ったんですよ。雨降ってるんですね。雨降ってますから、当然まあ今時で言ったら大排気量大パワーのスポーツカーなので、私も要はトラクションがあまりかかりすぎないようなスノーモードみたいなものがあるから、まあ雨が降るときはそれにしてゆっくり走って普通に無理しないように。そしたら後ろからこうぴったり来るわけですよ。もう見える、もう要するにミラーに入らない、ライトが入らない、もう夜ですわ、もう夕刻ですわ。というかまあ今時なんかね、日が落ちるのが早いので6時7時でも真っ暗で、6時ぐらいの暗いですよ。そのライトがもう見えないところまで、これすごいなと思って、うん。で軽自動車なんですね、普通の。何じゃ、雨降ってんすよ結構。うん、すごいな、高速道路ですわ。うん、はい、うん、だびっくりして、これどうしてやろうかなと思って。そうだと、でスピードのギリギリがあるからブレーキとかかけるといけないので、もう減速っていうかアクセルを抜いたんですよ。抜いたので、ギリギリのところの速度も息まで落とす。分かりやすいと、80キロ制限だったら60キロぐらいまで落とす。ね。60キロぐらいまで落としてギリギリの大丈夫っていうところ、そっからパッと加速して80まで行くわけです。それは、うん、動力性能が違うから、それは差が出て、そこで80キロで止める。そうすると、もう、煽らなくなってきた。あ、こういう方、皆さんに私勧めてるわけじゃないですよ。あ、これでしないんだ。じゃあまだするのかなと思って。だけどなんか避けるのも嫌じゃないですか、それって。なんかなんでって、っていうのは、そこはな、名古屋の高速道路っていうのは、追い越し車線、走行車線っていうことで、名古屋高速ね、要するに右側から降りていくから、次の降りるところがあるならもう右側車線走らなきゃいけないんですよ。左側行ってれば次降りれなくなっちゃうんで、だから特殊なんですよ。いや、ゆっくり走るなら左行けよとはちょっと違うんですよ、理屈が。それはだってもう降りるわけですから、そんな危ないですよね。手前で、1キロ500メートル手前でもし右に行けなかったらっていう話になっちゃうので、そういうようなとこ、そういうようなあれだから、ね、まあ痛ましい事故でバスで、この、あれはそれではないけど、右側降りるところの中央分離帯にっていうようなことが、やっぱり特殊な事情があるわけですよ。道路の構造上。で自分はそうした。じゃあ追ってこない。ね。うん。したら、何をしだしたかって言ったら、そいつ、今度私を左から抜かしていくわけですよ。左抜かしていって、自分の前に入るわけですよ、これ。はあ。じゃあ入りますわな、これ自分の目の前に入ったその車間の前にずっと走ってってやってるわけですよ。私はだって向こうが入ってくるんですもん。だからこの状態で知らない人が見たら私が煽ってるかのような状態見ますよ。でも向こうが自分のとこ入ってきてるんですよ。はい、ね、すげえなーと思って、ね。でずっとそのままで何したと思います、この人。ブレーキ踏むんですよ、多分加速しながらブレーキ、だから明らかに嫌がらせなんですよ。でその時に思ったのは、私はあ、もうこれでやめようと思った。っていうのは、自分の車の性能は信頼できるけど、向こうの車の性能が信頼できないんですよ。はい、
だから軽自動車だからっつってバカにしてるわけじゃなくて、その速度域でそういうことをやった時に雨が降っている、向こうがミスをしたっていうことになったり、そういうことさせたらもう私は止めれれますよ、しっかり。でも後続に来た車だとか他の人に迷惑はもうやめたんですよ。でも向こうはそれでふーんと思ってるかもしれないけど、未だにそういうやつがいるんだと。何がどうさせてそういう判断をするのかなって、うん、ねえ、びっくりしますね。よっぽど急いでるのかなって、うん、私がこう減速したのが嫌だったのかな。でも私はブレーキを踏んじゃいけないと思って、だからじゃあ煽、じゃあその私が減速したのがいけなかったのってなると、そしたら煽ったもん勝ちになっちゃうじゃん。これ無視して左に避ければよかったの。でも左に避けたら私これ右にで、このまま車線行ったら降りれない可能性があるわけだから、そういう違反者のためになんでこちらがこの選択肢が変わっていかなきゃいけないのかっていうことですよね。どうにかならないもんですかね、これ。という話です。以上です。